こんにちは、みおじゅりです。今日はルン、トッポギを作っていこうと思います。トッポギ、これね、なんか電子レンジで作れるんだけど、じゃあこのアングルじゃなくていいやん。なんかフライパンでも作れるし、電子レンジでも作れるらしい。圧倒的電子レンジ、もう決めた。なんだ、でもフライパンで作らんといかんなって思っとったのに、電子レンジで作れるってよ。もうそんなの確実に電子レンジやん。ってことでチンするだけでしたじゃあこれを、じゃあ開ける、開けて、あ、少な、見て、ちょっとしかない。水 50ml がちょっとわかんないんだけど、これでいいか。 50ml ってどのぐらいなんだろう。めっちゃ少しじゃない。でもこれどうせ辛いから。できた。で、水を、で、ラップをかけて2分20秒。あ、できた。わ、絶対失敗だ。絶対失敗した。 50ml 絶対多かったわ。シャビシャビやな。まあいっか。そう、とてつもなく熱。とてつもなく量も少ないし、ちょうどいいか。辛いかな。あ、全然辛くない。いける。できた。いただきます。硬い。そして辛いわ。辛い。うん、辛い。美味しいけど辛い。もうちょい怒ってるんだ、マジで。そう、これがメインだわ。トッポギさ、フライパンで作るとか言っときながら、結局さ電子レンジで作っちゃったけど、これがメインです。何かって Wi-Fi の調子が悪すぎる。いや、マジで Wi-Fi の調子が悪いの。マジで悪い。なんでかってさ、もうね、 Wi-Fi 繋がってんのに、まず TikTok がスライドできないの。てか開けないの。ずっとぐるぐる回って。で、YouTube も開けないの。開いたらずっとなんか点滅みたいな感じの。Wi-Fi の調子がマジで悪くて、一回深夜とかにさ問い合わせたので、電話して、そしたらなんか電源切ってくださいみたいな、入れ直し、何秒待って入れ直してくださいみたいな言ってくれたから、それをやったら治ったんよ。でもまたね、ちょっと経ったらまた調子悪くなって、で、そのたんびに一人で線抜いてちょっと待ってつけるっていうのを毎回一人でやってんの。なんかね、でもママに電話したのね。親に電話したの。そしたら、 Wi-Fi マジでめっちゃいいやつにしてるんだけどみたいな。ジリが YouTube やるっていうの分かってるから、あの、ちょっと高めなのかな、分かんないけど、いいプランにしてやってくれてて、してくれてて、すごい回線のいいやつにしてんだけどって言われて、えみたいな。なのになんかめっちゃ悪いんだけどと思って。でも iPhone が悪いわけじゃないよ。 iPhone も iPad もどっちも回線悪いから、絶対こいつないよ、問題は。なんか原因分かる人いる？なんかね、ちゃんと置いてあるんだけど、え、分かんない、もうやだ。でも一回コード抜いちゃえば治ることは分かったけど、怒ってるんですっていう話。トッポギ全然食べてないそういう話でした。あっさり終わりすぎ。でもたまにはカップラーメン作りながら3分ぐらいで見れる動画もありじゃない？でしたもうトッポギもちょっと辛いんで後で食べます。以上、激おこ超激おこなみおじゅりでしたまたねー。 Wi-Fi どうにかしろー。おーい、 Wi-Fi に行ってんだぞー。で、今 Wi-Fi に言っといた。以上です。バイバーイ。エンディングまで、せーの。Face in your face.